日ハム新庄監督まだまだ明日。日本ハムは初戦を落とし、相手のアドバンテージを含めて2敗と苦しい状況となった。それでも新庄監督はまだまだまだ明日、誇張元気な明るい口調で自ら話し始めた。ロッテも初戦も最初負けてパンパンと勝ったんで、全然4勝されるまでみんな間違いなく諦めないんでと、初戦に敗れた後、劇的な勝利を2つ積み重ねて突破したロッテとのファースト S の再現を思い描いた。水谷、郡司、浅間、上川畑がさっぱりなのが痛すぎる。矢沢、中島は仕事したよな。まあ明日明後日連勝したらまた楽しくなるさ。シンプルにソフバン強いな。でも諦めずに食らいついていくしかないな。ソフトバンク戦は勝っても負けても面白い試合が多いけど、今日のはな。明日勝てば良いだけやん。信じてるで。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。